どうしたんだ？なんだかこのモデル誰かに似てるような。誰かに似てるか。似てるわよ。ほら、誰だっけ？そっくりさんなわけだな。そうよ。そっくりさんといえば渓谷の会が、日本の輸送機のそっくりさんを作ったらしいな。それは、そっくりさんではなくパクリ。まあ、とにかく今回も渓谷のパク。そっくりさん輸送機をほじくっていくぜ。行ってみよう。ところでさっきのモデルのそっくりさんは、誰だか思い出したのか。思い出したわ。私のそっくりさんよ。自意識過剰すぎだぜ。渓谷の輸送機が、日本の輸送機に似ているというニュースだが、なぜ似ているのかわかるか。そりゃあ、日本の持っているものは何でも欲しがる国だからよ。それは事実だが、外見を似せても中身までは似せられないのが、技術力の差なんだぜ。それもそうね。C 国メディアの環球網は、13日の報道で渓谷航空宇宙産業会が、軍用輸送機の設計案の宣伝映像を公開して、アメリカメディアから日本の C2 と似た外見だ、と言われたと言っているんだ。日本の C2 パクらないでほしいわ。記事によると、アメリカメディアは、外観艦が日本の C2、ウクライナの AN178、似ている以外の情報は公開されなかったとしているんだ。外見よりも、中身が重要でしょ。また、渓谷のこの輸送機は、多用途の航空機だとし、貨物輸送だけにとどまらず、ミサイルの搭載や補給機としても運用可能だと示唆しているんだ。また、渓谷を得意のキメラ兵器ね。ああ。記事は他にも、渓谷、連合ニュースの先月の報道で会の幹部が、将来の輸送や多目的用途な機関開発において、防衛事業庁 DAPA と共通認識に至っている、と発言した旨も記載しているんだぜ。パクリ大国なのにね。そうだな。パクった技術で海外進出を狙っているわけだ。永久に海外進出は無理よ。記事によれば、約1年前に、7年以内に国産輸送機の建造を完成させると宣言していて、海にとって輸送機市場はこれまで足の踏み入れたことがない分野だが、渓谷が持つ国内生産の潜在能力は高く、輸送機の技術こそ低いものの、メンテナンス市場では利益が見込めると報じているんだ。海ってそんなにすごかったかしら？そんな認識はまるでないぜ。これらのニュースに対して、様々な意見が来ているから紹介していくぜ。お願いね。数年前から C2 の機内公開とかされていたからスパイを送り込んで、情報収集をしてたんだろうね。まあ、どちらにしろ基礎技術がないんだから、KF21 と同様に外国技術導入を前提に進められるんだろうけど、進められるかな。いつも日本の真似から入るんだからしょうがないだろ。確かに似ているがエンジンが小さすぎだし、フルロールじゃ絶対飛ばないわ。という意見が来てるぜ。日本もお人よしすぎるから、スパイが来ても気づかなそうだしね。スパイ一家のアニメやってる場合じゃないな。アーニャは可愛いからいいのよ。でも渓谷は可愛くないから、C2 の技術をスパイしないでほしいわ。他にも、設計図パクったんだって。ちなみに P1 の設計図もパクってる。まだ CG じゃん。初飛行は何度目の10年後なの。川崎しっかりしろよ、情報管理。てか、未だ試作機すらない KF21 のバーターで、インドネシア産の輸送機も買わされるのにどうするの。という意見もあるぜ。確かに、P1 も似てるの作ってたわよね。ああ。このままでは渓谷の輸送機や戦闘機は、すべて外注パクリになりそうだぜ。もう、インドネシアと仲良くやってればいいのよ。インドネシアにまで手を切られそうだけどな。他にも、頑張って作ってちょうだい。戦闘機みたいに側だけの、モックアップはやめてね。まだ何も出来上がってないから、とりあえず新しいっぽい感じの輸送機ってことで、日本のやつのデザインパクって CG 作っただけだろう。KF21 は F22 の外観パクリだし、国を挙げてよくこんな恥ずかしいことできるよな。かばうつもりではないが、空力的に優れた設計をしたら、似たようなデザインになるんじゃないの。というコメントもあるんだ。みんなの言う通り、渓谷は何もできないから、それっぽいデザインで CG を作っただけかもね。CG だけで肝心の期待がないなんて、お笑いだぜ。映画の予告編みたいなものよ。ああ。やたらすごい予告編なのに、公開が延期になったりするしな。渓谷のも同じで、設計プロセスは準備万端で、なかなか完成しないだけなのよ。笑いながら言うんじゃない。他にも、多用途といっても、輸送機という主要目的があるから荷室のサイズ形状、開口部なんかで胴体は似たような形になりそう。翼とかエンジンは今流行っている空力の話だから仕方ないかもね。渓谷戦車系には55トン、日本の重式戦車50トン以下。だから、渓谷の軍用輸送機は、C2 より一回り大きくなければいけないってわけ。米軍の C17 は、最大積載量77トンで二重機も作らないんだから、
多分警告も軍用輸送機は作らずに C-17 を購入か C 国の輸送機購入だな。という意見もあるぜ。やっぱり警告の戦車は重い分、輸送機も大きくならざるを得ないわよね。ああ。そしてコストだけがかさむという。やっぱりパクるよりも、他国に頭を下げて同規格の兵装を輸入させてもらった方がいいんじゃないの。問題はムン政権が頭を下げられるかだな。あ、無理なやつだったわね。それに、コストだけじゃなく運用のプロセスも、今後の機体アップデートなどの問題もあるしな。問題がありすぎて、C2をパクって解決することでもないのね。そういうことだ。他にも、無理に違うデザインにして、燃費悪くなったらいけないしね。でも、また強度に問題がってなるのは目に見えてるけど、輸送機ってそうあっちこっちで開発するものなのか。用途が同じなんだから見るのは当然。総発軍用輸送機なんて、もう何十年も前からみんなに足り寄ったりだろう。航翼、TGB翼、ランプ式のカーゴドア、四脚格納バルジあたりは、機能上必須だから、ニルナという方が無理というコメントもあるんだ。まあ、ニルナという方が無理というのは一理あるわね。今日の兵器は、どこも同じような見た目と機能だからな。同じような見た目と機能にすることで、抑止力になっているところもあるわよね。ああ、どうせ戦争などしないという体で、抑止力のためにより強い武器を開発しているわけだからな。そうは言っても、似ているのとパクリデザインは違うわよね。ああ、パクったかどうかは、その国の今までの動向や政策からわかるものだからな。それなら、お隣さんは、真っ黒な経歴じゃない。米軍のブラックボックスをこじ開けたり、イギリス海軍の空母名をうっかり喋っちゃったりな。うっかり八米も驚く、うっかりっぷりよね。随分懐かしいのが出てきたな。他にも、さらに、最上級フリゲート艦のパクリも計画中。CG で作った画像で、輸送機にしては極端にエンジンが小さいデザインが、C2 に似ていると言われても困るな。C2 は構想から配備まで15年かかってるし、7年で完成させるなんてお笑いだわ。いつものことだが、軍用機開発を甘く見すぎ。戦闘機も新型なのに中身は旧世代機なんでしょ。おかしな奴らだよ、まったく。軍用輸送機の場合、翼のあつらえに個性が出る飛行機だから見るのは当たり前とは一概には言えないと思う。という意見だってあるんだ。最上級フリゲート艦まで、パクろうとしてるの。ああ。警告の威信にかけて誠心誠意、パクリ最上級を建造中との情報だ。ほんとパクって作るのやめてよ。しかも、パクってできた艦隊に、反日ネームをつけるという。もはや手の施しようがないおバカさんね。どうやら、警告は軍用機開発を舐めているみたいだな。ほんとよ。CG で設計図ばかり公開して、CG 覚えたての映画監督かってレベル。とりあえず CG のあたりが、三流映画っぽい国だな。日本の三流映画も、警告に行けば一流よ。他にも、もちろんそのあつらえも機能に応じてなんだが、警告の場合単にデザインとしてパクった可能性もあるからな。まあでも、5年後には日本がパクったことにされるから問題ない。必要なスペックを積み上げて似たような機体になったならいいが、警告の場合は外観を真似て、中身を決めていく癖があるから何か、トラブルになっても対処できないだろう。おそらく飛ばないね。ポッキーから軍用機まで何でもパクる国という意見もあるんだ。まあ、パクったのは警告の方なのに、日本がパクった疑惑をかけられるのはいつものことよね。ああ、予定調和になりつつあるな。戦闘機から潜水艦、車や技術、果てはポッキーまで、パクってしまう国民性には驚きを隠せないわ。ポッキーをパクるなら、せめて CM でガッキーに似た芸能人を使ってほしかったな。ダッサい昭和な CM 流してたわよね。日本のブランドイメージが落ちるからやめてほしいぜ。他にも、7年後のことなんて後回し。この前できた KF-21 戦闘機の試験を早く始めてほしい。機体規模に対して小さなエンジン、軍用機に大きなウィングレット、高翼化に、ハードポイント、7年以内に完成、と警告の考えた最強輸送機みたいなやつ。C2 は、日本が細長いから長距離航続、高速輸送ってコンセプトなわけ。警告は小さいし、同じにしても意味がない。図面とか入手してるんだろうけど、高翼アリゲート仕様の軍用機なら似たようなデザインになっても、おかしくはないけどねというコメントも来てるぜ。先のことより今が大事な国なのね。先のことなんて後回しだぜ。保険なんて入るわけない国だからな。車の事故起こりまくりだけど、普通に逃げちゃうしね。保険にも入ってなくて、ドライバー同士で喧嘩になるしな。7年後も警告は同じところに立ってると思うわ。いや、むしろ技術以外は退化しているだろう。それに、俺の考えた最強の怪人、みたいなコンセプトの輸送機、早く形にしてほしいわね。形にならないのが警告の本分だからな。こんな国がお隣さんで悲しいわ。
確かに、似た形に仕上がる戦闘機や輸送機は多いが、デザインが似てるのに内装や兵装がまるで貧弱というのはおかしな話だぜ。もう少し、頭と心を使って、価値ある兵装を作り出してほしいわ。7年後に完成するのは C2 のパクリ輸送機ではなくて、他国との架け橋になるような価値観であってほしいな。いいこと言うわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。